違う話で、漫画好きなんです、はいはい、で疑問に思ってることで、はい、もう聞いてもらいたいんですけど、はい、あのね、クギシサブヤンって漫画がある、知ってる？知らないです。知らないでしょ。すっごい大昔の漫画で、クギシ、クギね、クギ、はい、あ、はいはい、クギの師、師匠の師、はいはい、クギシサブヤンっていう、主人公がサブヤンっていう、はいはい、やつなの。ビッグジョー先生が書いてる漫画で、はい、すごい昔の漫画なんだけど、はい、言ったらあのパチンコの釘の、はいはいはい、釘を打つ仕事があるんですよ、はい、パチンコ台に釘が刺さってるじゃないですか、はい、あれを調整する、この玉が入るようにする、はい、入らないようにするみたいなが主人公、はい、サブヤンで、話がもうだからもう昭和の中盤初期とかの話ですよ、はい、でそういう町で釘師を目指してというかやってて、はい、でライバルが出てくるんだけど、ライバルはパチプロなの。あの時はその、こういうハンドルのパチンコじゃなくて、あの、このバネのビョンビョンビョンっていう時代のパチンコ。で、サブヤンは釘師だからパチンコ屋にこれを下ろすわけよ。で、パチプロはパチンコ屋でこれをバン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 やるんだけど、もうすごい技でいっぱい出して店を損させるっていう。それを防ぐために、そいつに負けない釘を打つみたいな話なの、ずっと。すごい漫画だなと思って読んでたけど、最後の方で強い敵が出てきて、そいつはこのパチンって打った球が、威力が強すぎて、はい、釘にぶつかったら釘を曲げるのよ。釘をバンバンバンって何発か打って曲げて、はい、釘がパッカー開いたところに弾バンバン入れて、はい、出して勝つみたいな、はい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 、でサブヤの負けだみたいになって、はい、負けちゃうわけ、サブヤは一回、はい、でもう修行とかして、はい、この釘の打ち方とかを勉強して強い釘を打つんだっつって、でリベンジマッチがあるわけよ、はい、その時にこの台でどうだっつって出したら、はい、もう周りもみんないるわけ、はい、なんかその協会みたいなやつが、はい、パチプロ軍と、はい、その釘師軍みたいなのいっぱいいて、はい、で、なんだこの釘はって、はい、でババーンってやって、で、こんな釘なんて俺のパチンコ玉で壊してやるみたいに言ったら、はい、バーンってぶつかると、なんか衝撃が吸収されるかなんかわかんないんだけど、はい、壊せなくて、なんか弾かれて弾かれてみたいな感じで、はい、どこに打ってどこにぶつけても全部玉が落ちちゃうのよ、はい、一切穴に入らないし、はい、釘曲がらないっていう、はい、すごい最強の釘を作ったわけ、はい、で、クソ、ダメだ、負けた、みたいになって、はいはい、やったーってなったら、その、釘師側の師匠、はい、大師匠みたいなやつが出てきて、はい、サブヤン、お前の負けだっつ、えっ、穴に玉が入らないパチンコは、パチンコとしてダメだっつって、はい、ガーンってなって、釘師辞めるっていう話なのよ。これさ、どうするのが正解だったと思う。この漫画を入れられたら入れられたで負けだし、で入れられないような強い釘作ったらパチンコとしてダメだって言って負けるし、はい、なんだろう、その何発か打ってちょっと入る釘作った時に初めて釘師が勝ちって、うん、大変な戦いだなって勝ち目ない、ね、全員否定、全員否定、漫画の趣旨否定みたいなところ、はい、でも路頭に迷って終わりっていう話、バッドエンドなんだ。そうなんですよ、っていう漫画が昔あって読んでて覚えてるって話、クギシサブヤンっていう、まあまあどうしようか、まあ、感想と解釈みたいな、はい、そうだね、うん、問題定義系のエピソードトークスね、そうそうそうまあこのシステムどうなのっていう、ああなるほどね、結構好きなんだけどね俺はこれ、はい、ずっと覚えてて、なるほど、ああ なんかあのでも新しいですね、それもなんか、うん、なんだろう、みんなでうん、この話のオチ決めようぜみたいな、確かに確かに、そうですね、うん、そうそう、なんかそれはそれで一個ありな気がするな、はい、みたいな、うん、何だったんだろうなって、まあ漫画だからって言っちゃそれまでなんだけどね、めちゃくちゃなんだよね、そのそうですね、パチンコ玉弾いて釘なんか曲がるわけないし、はい、まあね、普通が一番みたいなことなんですかねそのパチプロ側もなんかもう余談だけど、はい、修行のシーンがあってそいつの、はい、過去にはこんなことしてたみたいな、はい、工場で50メートル先のに針を刺して、はい、50メートルこっちでバネでこうパチンって打って、はい、50メートル先の針にぶつけて、はい、これでいけるってやるわけよ、はい、これ意味あるかって本番のパチンコの時にこの50メートルのおかげでパワー強いとかあるかとか思いながら確かに、うん、面白いのは面白いんですか、面白いのは面白い、読んじゃったからね、作者的にはもうなんか全部を通してギャグのつもりだったかもしれない、ああそこ込みで、そういうことか、あたまにお笑いでもあるじゃないですか、なんか日常のなんかあそこを切り取んだみたいな、すっごい細かいことをすごい広げて、
最後の最後でこう全部引くなんかどんで返しじゃないけど、はいはいはい、あ主人公がダメだって言われるのも込みで、うん、全否定みたいな、はい、全否定やりすぎだみたいな、やりすぎだってかわいそう何をやってたんだじゃあ今まで確かに超報われない感じだったんだよ、はい、だからまあその後もあったかもしれない、俺が最後まで読んだとこ分かんないけど、はい、それは結局それでショック受けて路頭に迷うっていうので終わってた。ある種夢落ちにも近いぐらいひどい落ち、夢落ちよりひどい可能性ありますよね何落ちなんだろひどい否定落ち、否定落ち、こういうのありなのかね、なんかパターンとしてありじゃないですか、うん、あの漫画の見たとか映画見たとか、はい、なんかどっかのイベント見てたらみたいな感じの喋り方というか、そうですね、レポート喋りというか、はいはい、こういうの見てきたんですみたいな、はいはい、まあ、もしかしたらなんか、まあ、中宮さんなりの解釈も聞きたいかもしれないですけどね、俺はこう、ね、これはこういうことなんじゃないかっていうのもなんかあった方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、ああだから、あそうだね、あじゃあ最後の方とかにね、その結局パチンコで玉をバンバン入れられる釘もダメだし、はい、かといって玉が一個も入らない釘もダメ、はい、結局これもあれですね、美人すぎてもダメよと、ね、もちろんブスはダメですよ、可愛くない子はダメだけど、美人すぎたら美人すぎたらそれはもうパチンコじゃないと、そう僕は思いますあでもなんかそんなあって面白いですね確かに美人もなんか行き過ぎてたまにもうなんか人間じゃないみたいに人形みたいに見える、うん、はいはいはい、そうなるともうなんかねぬくもり感じないですもんね、うん、そうですね、スーパーモデルみたいなのは綺麗だなとは思うけど、うん、ちょっとね完成されすぎてる感がちょっとある、恐れ多いってなっちゃう、そうですね、だとすると80点ぐらいの人の方が最高ってなるっていう、はい、だから玉が2、3発入るぐらいのパチンコが一番いいっていうことを伝えたかったのかな、はい、師匠はなるほど、九条先生はメッセージ性が、メッセージ性が、なるほど、そうかという話もありますね、なるほど、はいはい、これはこれでなんか新しいパターンですね、いいんじゃないですかね、だから結構難しいというか、その知らない漫画の話ってさ、面白く話す、面白く聞くのってむずくないけど、はいはい、確かに知らんしっていう、はい、だそこだけ気をつけて、なんかもうストーリーを理解してくれっていう、はい、それ系が意外と苦手なんだよ、その見たいろんな映画とかそういう話を、うんうん、分かりやすく人に伝えるっていうのが俺結構苦手、あでも確かにうまいなと思ったら伝えるのは嬉しい、俺好きなんだよ聞くのも、結構自分の中で何回も構築してから伝えないとできないです俺、なるほどなるほどなるほど、じゃあ、うん、脳の動かし方が違うのかもしれないかもしれないですね、あなるほど、じゃあチェクターさんいきますか、はい、はい、